ただいま歩行者天国におきまして、各地区の林連によります祭り囃子の披露が行われています。祭典本部前では石橋地区の祭り囃子の披露が行われています。ご来場者の皆様、ごゆっくりお楽しみください。また迷子のお知らせをいたします。浅田優君という6歳の男の子が迷子になっております。お心当たりの方は本町交差点 T 字路にございます祭典本部までお越しくださいませ。祭典本部より迷子のお知らせをいたします。浅田優君という6歳の男の子が迷子になっています。ほらミッキーが来たんだ。いらっしゃいませ。
ね、1950年代というのはこういう歌がどん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 日本に来た頃ですね。その頃、やっぱり日本でもね、アメリカンポップスを日本語に直して、それで皆さんに お届けした時代がたくさんございました。まあそういうことで続いての曲で、ね、50年代ルイジアナママ Thank you.
混雑しております。小さなお子様の手を離さないようご協力お願いします。迷子のお知らせをいたします。浅田優君という6歳の男の子、吉田智子君という6歳の男の子、そして出入り口のスカートにオレンジのサンダルを履いた2歳の女の子が迷子になっております。会場内が大変混雑してまいりました。小さなお子様の手はしっかりと握って離さないようにしてください。ただいま本庁の山車が祭典本部前におきまして祭り囃子の披露をしております。ご来場者の皆様ごゆっくりお楽しみください。
Thank you.
もう一回ずつ、はい、右に向いていってください。大志先生よく見てくださいね。しっかり出てきますからね。はい、はい、戻して、ラスト反対左側。そう、いいですね、いいですね。はい、ゆっくり背筋戻して真ん中に、はい、バッチリです。これやるだけで実は背筋がかなり綺麗になります。あと肩こりの人にもね、すごく効果的になってますので、しっかり首を回すっていうのが大事ですね。まあ、首回らないと違う意味で大変になりますのでね、ぜひね、あ、滑ってますけどもね、はい、いや大丈夫ですかね、はい、デイサービスでいうと間違いなく受けるんですけど、ここでは全く受けませんでしたけども、はいはい、今度両手を前に合わせていただいて、次応用になっていきます。お顔はまっすぐです。お顔はまっすぐです。体だけ横にねじります。息を吸って吐いて、体だけ右側にねじりましょう。はい、顔こっち向いてくださいね。しっかり体ねじって、そう、顔こっちですよ。大丈夫ですか。はい、吸って戻して、吐いて反対側、左側に体をねじって、お顔こちらです。しっかり前向いて、はい、背筋しっかり引き上げて、吸って真ん中、thank you.
ゴールキャン、なんか気楽でいいね。
トイレあそこついて、もう遅いから出なくなったって言って、トイレしとけよって言ったら、出て。
Thank you.